福岡高速5号線付近にて撮影。地上部は、福岡外環状道路。福岡高速5号線は、福岡県福岡市博多区から西区に至る福岡高速道路の路線である。現在は、福岡高速環状線の一部として案内されている。路線の概要は以下の通りである。福岡高速5号線は、福岡外環状道路の自動車専用道路部という位置づけであり、福岡外環状道路は、西九州自動車道の密接関連区間という位置づけである。ほとんどの区間で、福岡外環状道路の一般道路部と並行する。2012年7月21日に、福重ジャンクションの渡り線が完成し、1号線、2号線の一部を含めて、環状線の総称名が付与された。このため、道路上や校舎の案内では、5号線の名称が表示されることはなくなっている。ライフサイクルコストを考慮し、最近の技術トレンドをリードする形で、表面処理技術等を導入している。今後の橋構造物のあり方に大きな影響を与えるものと思われる。2011年2月26日15時から2012年7月21日までの間は、福重ジャンクションの1号線5号線渡り線が未開通だったため、5号線と1号線の間を乗り継ぐ場合は、石丸入口、福重出口と福重出入口の間をランプから一旦流出し、一般道路を経由して再度ランプに入る方法で乗り継ぐことになる。この際に乗り継ぎ制度の特例が設けられていた。具体的には未共用区間が開通するまでの期間、ETC 車の場合は15分以内に両ランプ間を乗り継ぐと新たな料金は表示はされるが徴収されない。また、現金車の場合は最初の料金所の通過から60分以内に両ランプ間を乗り継ぐと、新たな料金は徴収されない。なお、最初の料金所で領収書を受け取り、乗り継ぎ料金所でそれを提示することが必須である。また、最初の料金所が、東浜、石丸、姪の浜、愛宕、桃地、金の熊、貝塚、福重、野毛、福岡西料金所の場合は、この特例は適用されない。福重ジャンクションの渡り線開通に伴い、この特例は廃止された。福北ネットワーク P3 福岡都市高速の通称名が決定しました。福岡高速の環状線が全通します。福岡都市高速路線案内出入り口のご案内、福岡高速5号線の開通について、福岡市土木局、2008年2月2日閲覧、国道202号福岡外環状道路及び福岡高速5号線開通式について、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所2008年2月2日閲覧福岡高速5号線が4月19日に開通しました福岡高速5号線西九州自動車道が平成23年2月26日に開通予定福岡高速の環状線が全通します環状線7月21日全通福岡都市高西日本新聞http://www.nishippon.co.jp/nlipppon./ite/3048362012 年5月29日閲覧。都市高速の乗り継ぎサービスを拡充いたします。ありがとうございます。